何作ろうかな。考えすぎかな。何作ろう。どちらへ向かいますか。漁村の周りが柵で囲まれてますね。動物、魔物対策でしょうか。私たちで受けよう。集めちゃいましょうね。えい！いいもの手に入るかな。とりあえず集めておくか。ライザなら有効活用してくれるよね。これも使えるのか？よっ。生きのいいうちに食べてしまいたいな。あ、発見！なかなかいい大きさじゃないか。あ、発見！どんな素材も無駄にならないからね。で捕まるってなかなか経験できることじゃねえよな。なんだ、デントも試してみたいのか。いや、絶対勘弁だって。ワクワクするよね。何度経験してもワクワクするね。
イザー一丁やってやろうぜ。やだよ、やだよ、決めます。走らないでよ。見えた、ノイゼリー。さあ、手を終わった。ナイザー、私に任せよ。わかりました、ナイザーの道。よし、カヤ、まだいけそう。私の戦略だよ。さすがですね、ナイザーさん。こっちのを倒しました。力を、パーティーが一緒だと安心するよ。それ当てるよ。まだいける。しばらくよ。見える、終わりだ。熱いのをあげる。皆さん、周りの矢にしてください。この当てるよ。まだいける。みんな気をつけて。強い攻撃が来そうだ。私たちだね。まだまだ強くなれそうだ。強くなっちゃったみたい。よーし、強くなれたみたいだ。まだまだ強くなれるぜ。みんな無事でよかった。薬や染料になったり、虫は意外と活用の幅が広いんだ。こんだけ見事に咲いてるんだ、魔物に荒らされてもらいたくねえな。手伝って。そういえばさ、ボスってなんか当たり前のように武器振るって戦えるようになってるよね。やっぱりあれ、私が島に帰ってからオートで特訓とかしてたわけ。ボースが島に戻ってきたからその辺あんまり詳しく聞いてないけど、どんな生活してたの？別に特に変わったことはしてねえよ。強いて言えばお前も知ってる通り、オートの物価の高さにずっと苦しんでいたわけだが。ああ、やっぱりずっとそうだったんだね。その辺の悩みはボースだけじゃないね。僕やレントもずっと苦労したよ。商売したりしてるわけじゃないからな。所詮はただの学生だ。根本的に解決されることはない。島の生活だとそういうことで悩むことってないもんね。オートだからっていいことだけじゃないよね。で、俺も学園にいたから論文を書いたり勉強したりする必要があったわけだが、金がないから働く必要もあった。でも論文なんかに専念すると働けなくなる。そこで今まで以上に短期間で身入りのいい仕事をやることにした。というと？魔物退治とか金持ちの商人の護衛とかだな。平たく言えば命の危険性が出てくる仕事ってことだ。俺は最初はやめといた方がいいって言ったんだぜ。けど絶対にやるって聞かねえんだ。結局僕らも巻き込まれる形でいろいろ手伝ったりすることになっちゃったね。仕方ねえだろ、力仕事くらいじゃとてもやってけると思えなかったんだからよ。今さら言ってもしょうがないけど、モリッツさんにでもお願いすればよかったのに。それは嫌だったんだ。ボスってつまんないところで妙な意地張るよね。うるせえ。だがそのおかげで魔物と対峙しても人並み程度には戦えるようになったんだ。ま、結果オーライってとこだな。想定外のことがあったとすれば、結果として論文に使える時間がそがれてしまったことだけどな。えい、これ全部菜の花ですか？ちゃんと人の手で管理されてるみたいだね。
どこか行くのか？よく使う場所なんだよね。粗大集めの意味でだけど。足元に気をつけろ。油断していると踏み外すことも。それいいもの手に入るかな。あ、発見。とりあえず集めておくか。どんな素材も無駄にならないからね。どこか行くのか。とりゃー！これも使えるのか。どこに行くの。一休み。意外と魔物の数が多いですね。森はとてもなんか珍しく集中してるな。何か薬を作るとか言っていたな。細かい成分調整がいるとかなんとか。それで集中してるのか。私も細かい作業するときはあんな感じになるよ。おい、あまり根を詰めるなよ。大丈夫だ。普段アンペルさんが調合してるところをじっくり見ることもないからちょっと珍しいかも。何か手伝ったりする？大丈夫？ああ、青く変化したから大丈夫だ。いや、アンペルさんは大丈夫かって聞いたんだけど。甘いものは今なくても大丈夫だ。なんか話が噛み合ってない。またこうなってしまったか。ん？どういうこと？アンペルは集中しすぎるとこんな風に周りの音が聞こえなくなる癖がある。大丈夫だ、気にすることはない。あいつは放っておこう。集中しすぎるとああなるのか。私も絶対なってるよね。気をつけよう。入れる場所はまだまだすごくなるかも。どこに入れよう。材料は入れる場所は何入れようかな。何入れようかな。まだまだすごくなるかも。レベルアップ。入れる場所は何入れようかな。入れる場所はな何入れようかな。
入れる場所は、いい感じじゃない？こんよし、いけ！何作ろうかな。これでできたよ、ランタン。ちょっと変な形だけど。ありがとうございます、ライサさん。思っていた形とは少し違いましたが、でもこれで安心して日記をかけます。そういや、私って日記なんてほとんど書かないからよくわかんないんだけど、どんなこと書くの？そうですね、日記なので当然その日あったことやそれに対して行ったことなどが中心になるでしょうか。あとうちの場合は日記そのものよりもその日の自身を顧みて何を考えたのかを書くことも多いです。お父様は割と心構えとか精神的なことも多く書いていたような。なんだか思ってたより日記って難しそうだね。反省文みたいな。いえ、うちが少し特殊なだけだと思いますよ。パティはどんなの書いてるの？ちょっと見せてよ。ダメです、見ないでください。ごめん、冗談だよ。もう、他人の日記を見るのは失礼に当たります。気をつけてください。なんとなくどんなことが書いてあるのか分かっちゃったかも。私もたまには日記とか書いてみようかな。どこ行くんだ？お、素材？異界にも比較的正常な場所が残っている。それが分かった。さあ、それじゃあみんな今回もよろしくね。あんよ、力仕事は任せな。楽しそうだな。よし、俺も頑張るぞ。まさかとは思うが、こんな感じでいくつも拠点を増やしているのか。隠れ家を抜かすとこれで4つ目かな。もう錬金術師っていうより大工さんだね。タオ、うるさい。ほら、口じゃなくて手を動かすよ。材料は、入れる場所は、入れる場所は、材料は何入れようかな。材料は、よし、行け！すごいな、こんな簡単に拠点を建てられるとは。錬金術って本当すごいよな。俺もフォーレで見た時は感動したぞ。これが普通なんですか？錬金術師なら拠点すらも自分で作れ、そう教えたのは確かアンペルだったな。確かに言ったが、こうまであっさり作れるとは。
みんなが手伝ってくれたおかげだよ。とりあえずまずは中で休もう。何をするにも。好きに見ていって。何が必要？これでいい。これはお前のものだ。これでいい。これはお前。無理はするなよ。ごめんね、みんな。情報を得るためとはいえ、その場で引き受けちゃって。何を今さら遠慮してるんだよ。ライザ姉がいいって言うなら俺は全然いいぞ。ライザさんに判断も責任も丸投げするのは正直感心しませんが、まあ結論としては同様です。異界に来ることになるとは思いもしませんでしたが、ここまで来た以上は最後まで付き合います。覚悟の決まり具合では負けてるかも。謝るべきは私だ。本当にすまん。故郷の花を見た瞬間、心が抑えられなくなっていた。謝るようなことじゃないぞ。それだけリラには大切なことだったんだろ。むしろ飛び込んで得たものが多すぎて頭の整理が追いつかないくらいだからね。時間をかけて考えていかないと。私たち全員が。にしても島を救うって単純な目的で旅に出たのに、結局こういうややこしい冒険になるんだな俺たち。そこはもう諦めるしかないね。いつの間にか異界でフィルフサ退治とか予想できる方がおかしいよ。そのフィルフサ退治の依頼だけど、これって取引というより試練なんじゃないかな。あの長老が俺たちを試してると？つまりはお行儀よくすればいいわけか。ごまかしはあの人、カラさんには通じないんじゃないかな。試練って言わなかったのは、私たちを対等に扱ってくれたからだと思う。答えなきゃ。良き錬金術師としてか。じゃあ準備が整ったら暗窟に行こうか。フィルフサもいると言いますし、万全の体制で臨みましょう。狂気の暗窟、場所は南東だったな。フィルフサは強い。移動中も警戒は怠るなよ。甘いものはほどほどにしておけ。これは心外だな。ほとんど食べてはいないぞ。ほう、私の目を欺けると思ったか、アンペル。それともお前がどれだけ食べたのか、正確な量を数え上げてやろうか。やれやれ、まったくリラにはかなわないな。あいつは本当に仕方のないやつだ。無駄な悪あがきをしてまるで子供のようだ。まあアンペルさんらしいけどね。ところでさ、ふと思ったんだけど、私の目を欺けるのかって言ってたけど、リラさんって左右の瞳の色が違っててすごく神秘的だよね。そうか。自分の目だと普段自分で見ることがないから何とも思わないかな。そう言っちゃったらまあそうだけど。この瞳の色はどうもオーレン族の特色らしい。この瞳を見れば
一目でオーレン族だとわかる。確かに今まで出会った人たちみんなそうだったな。みんなちょっと隠してて見えづらかったけど。全然気にせずさらけ出している者もいるがな。オーレン族は立ち回りが下手な者ばかりだから、人間たちに混ざると面倒ごとに巻き込まれやすいんだ。だから私も普段はあまり目を見せないようにしている。そういえば時々アンペルさんとリラさんから私と出会う前の話を聞くことがあるけど、大体どこでもいろんな騒動を巻き起こしてきたみたいだし、気をつけるに越したことはないね。勘違いするな。大抵は私ではなくアンペルの仕業だぞ。どっちもどっちな気がするけどね。作ろうかな。入れる場所は何作ろうかな。どこに入れよう。何入れようかな。何入れようかな。入れる場所は何入れようかな。レベルアップ。どこに入れよう。材料は材料は入れる場所は材料は何入れようかな。マテリアル缶開放。どこに入れよう。材料はどこに入れよう。何入れようかな。まだまだすごくなるかも。入れる場所は入れる場所は材料はどこに入れよう。
こに入れよう。材料は材料はと何入れようかな。材料はレベルアップ。材料はうーん材料は入れる場所はこんな。よし行け。何作ろうかな。入れる場所はかな。必要なのは これも再利用よね。よし行け。
何入れようかな。入れる場所は、入れる場所はこんな感じかな。よし、行け。何つ、どう強くしよう。材料はレベルアップ。入れる場所はどれにしようかな。よし、行け。よし、行け。うん、できた。必要な、何作ろうかな。入れる場所はどこに入れよう。考えず。どこに行くの。こんなところに行く。水晶の採掘をしていた洞窟です。私が生まれる前からあるんですよ。どんな素材も無駄にならないからね。それみんな敵だよ。ロック、それ頑張ろう。それ頑張ろう、クラウディア。集めておこう。
あさあ、ここでよろしいね。すごく滝が入り組んでるんだね。なんか面白い地形だな。いいもの手に入るかな。集めておこう。もう使えるのか。どうだ。どんな素材も無駄にならないからね。とりあえず集めておくか。ライザなら有効活用してくれるよね。さあさあ集めちゃいましょうね。石は様々な用途に使えます。それ集めておきましょう。何が入ってるかな。ワクワクするよね。宝探しは冒険の醍醐味。見つけた。お、どこ行くんだ。素材屋。滝がいくつもあるな。こういう場所気持ちよくて好きだぜ。僕らで手伝ってあげない。石はかさばるし重たいんだよな。届いてね。こういうのは俺に任せてくれ。試しに追いかけるか。それ。あの人少し気になりますね。何か困りごとでしょうか。どこへ向かう。荷物持ちくらい。水が戻った聖地も今頃は少しでも昔の姿に戻っている。これは不要、廃棄すべきかしら。何してるのフェデリーカ。準備ですね。初めて異界という未知の場所にやってきましたが、環境が違いすぎるのでこれはいけないと思ったんです。確かに私も最初は面食らったよね。全然違う世界だったから。似てるところもあるんだけどさ。私はサルドニカから出ることもあまりなかったので、こう違う場所だといろいろと心配になってしまいまして。無事に帰れるのか、すぐに戻らないにしてもここでやっていけるのか。食べ物は？退路は？いやいや、そこまでしなくても大丈夫だよ。私も異界なら何度か来てるし。それにカラさんとかオーレン族の人たちも生活してるんだから、滅多なことにはならないよ。多分私は一つ一つ確認して少しでも安全を確保することで安心したいんだと思います。
フェデリーカの気持ちもわからなくもないけど、それにこれは時々思っていたことですが、ライザさんたちは油断しすぎな時があると思います。え、そうかな。あまりそんな風に言われたことないからちょっと驚いちゃったよ。もちろん普段からずっととは言いませんが、時々楽天家な顔になることがあります。確かにフェデリーカはかなりしっかり者みたいだよね。私も少しは気にした方がいいのかな。何作ろうかな。入れる場所は、何入れようかな。何入れようかな。何入れようかな。入れる場所は、何入れようかな。まだまだすごくなるかも。入れる場所は、材料はマテリアル缶開放。入れる場所は、よし、行け。どう強くしよう。入れる場所は、材料は、何入れようかな。どれにしようかな。これでいい。よし、行け。